お疲れ様です。田口スポーツです。今日はあのスラッガーからですねオーダーのグローブが入ったということで、今荷物をですね外に置いてもらったんですけども、がっつりですね、こんな感じでうぐいですね。だいたいねグローブ30個ぐらい着てると思うんですけど、ね、ほらほらまだ中開けてないんで全然わかんないんですけど、別注バッグ、別注グラブ、しかも2段という、ちょっとね夜開けてみたいと思います。はい、ということで、今スラッガーのグローブ、実はもう今夜9時頃なんですけれども、ちょっと終わってですね、出し終わって値段もつけ終わってずらーっと並べたんですけれども、まあ内野外野問わず、実はこれ去年も発売してて好評だったので今年もやりましょうということで、今ね28個ここ入らなかったんでここにも入ってるんですけど、28個、入ってきました。でやっぱりねこう紹介していきたいんですけれども、ちょっと多いので何本かに分けようかなと思います。ではどこから行こうかな、今日はちょっと外野から行こうかなというふうに思います。ではどうぞ。はい、ということで、今日はね外野主要をちょっと紹介していこうと思います。全部でね外野主要は10個入れてるんですけれども、型は4型でございます。では左からいきますね。基本的にねこの左3つ、1、2、3、こちらは全て SPT という型でございます。実はこれはですね2015年のクボタスラッガーのカタログにオーダーサンプルみたいなのが載ってて、それをもとにあの同じのを作りました。でその中でいろいろ作った中で、人気のあったものを、ちょっと寄りすぐって今出してます。これですね、青ベースですね、青白赤、なんていうかこう人を選びますね。僕個人的にはこれ好きなんですけど、一番好きなんで一番左に置きました。はい、で次これですね。でこっちもこっちもこれもちょっとね色味若干違うんですけど、基本は KS ブラックといってあの黒ではないんですよね。この切れ目のところちょっと見えないかな、一応これ紺色っていう位置づけなんですね。 KS ブラック、これグレーですね、これ SPT ですね。 KS ちょっともうちょっと見ますか、こんな感じ、こんな感じ、でこっちも KS ブラックかけるレッド、僕の中でですねいろいろ販売してる中でですね、でこちらが唯一 SPA というモデルで、あの青木宣親が使ってるモデルのカラーリングと同じということで、これだけ SPA にしてます。でまあほんと簡単に言うとこれだけのことなんですが、基本的にはこれだけあるということは、まあ、即納モデルということで、リンク貼っておきます。当店田口スポーツは楽天でね販売もしてますので、そちらですぐ買えるようにあのリンクも貼ってます。プラスで刺繍したい方、片付け加工したい方も一緒に買い物かごに入れていただけるとお代用させていただきます。もうほんとねこう刺繍入れたらオリジナリティ溢れる、グローブになるんじゃないかなと思います。ただですね親指にちょっと刺繍が入れれないのでそこだけ平裏になっちゃいますけれども、何卒よろしくお願いします。まあ、外野手はこんな感じなんですけれども、ちょっとねあの2015年のさっきのカタログに載ってたっていうのをちょっと本当確認しますね。今からお待ちください。しましたちょっとカタログ持ってきました。でオーダーのページのこれなんですけど、ほら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 見てください。これねこの右上というかこのねこれとかこれで、でこれか、これがこれで、これがこれで、で青木さんのちょっとねどう思います、この青木さんの持ってるこれはこれですということで、あのでは、今回こんな感じでございます。何かね質問等あれば受け付けますのでよろしくお願いいたします。失礼します。